松田は4月14日、スカイアクティブ技術を全面的に採用した CX-5、アテンザ、アクセラのグローバル生産台数が2014年3月末までに合計104万台となり100万台を突破したと発表した。スカイアクティブ技術搭載車の100万台突破は2011年11月に CX-5 を 生産開始して、以来、約2年4ヶ月での到達となる。マツダは、車の基本性能となるエンジンや、トランスミッションなどの効率改善や、車両の軽量化などを、徹底的に追求した、スカイアクティブ技術を開発し、新世代商品に搭載してきた。今回の100万台突破を受けて、マツダの小貝麻三市社長兼 CEO は、マツダが、 渾身の力を入れて開発したスカイアクティブ技術搭載者は世界中のユーザーに評価され今回100万台を突破することができた。購入してもらったすべての顧客に心から感謝したいと述べた。2014年3月末現在。 マツダはスカイアクティブ技術搭載車3車種を日本、メキシコ、タイ、中国で生産しており、合わせて100以上の国と地域で販売している。2016年3月期までにスカイアクティブ技術を搭載したモデルをさらに5車種投入する予定で、引き続きラインナップの拡充に努め、